国道222号は、宮崎県日南市から、鹿児島県総市を経由して、宮崎県都の城市に至る、一般国道である。日南市などの南中地区から、都の城市方面への主要路線として、宮崎県道33号都の城北号線と、共に機能している。日南市帯道の駅酒屋休泥都の城市、諸の国総市末吉町一般国道の路線を、 指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。現在こそ、全線を通じて二車線道路に整備されているものの、1990年代中頃までは、日南市酒屋から、都の城市、あくまでを中心に二車線未満の道路が続く、路線であった。日南市油津を起点とし、あずた、帯、酒屋など、日南市内の主要集落を通過しながら精神。 日南市酒屋からは、山間部を通過する。地水ダムである、日南ダムのあぜには、道の駅酒屋があり、休憩地点として機能している。ここから、日本の棚田百選の一つ、坂本棚田への指導が分岐している。都の城市との境界は、新上熊トンネルを通過する。都の城市内も、美雪峠を越えるまでは、山間部を縫うような道路状況となる。 途中で 1.373km ほど、鹿児島県総市を通過。都の城市街地に入ってからは、イオン都の城ショッピングセンターなどの商業施設が、沿線風景として見られるようになる。随所に旧道が残存しているが、上熊水道の区間が、路肩崩壊等の災害のために地南市側の通行が、禁止されているなど、現在では、通行不可能な箇所もある。バイパスを除く。 トンネル起点から、ありがとうございます。